んにちは、イサクタの大家です。今日もご覧くださってありがとうございます。今日はですね、こちら郡是吹田ミリ家電です。お昼はですね、向川女子大学で、授業をさせていただいて、そして今は、郡是吹田ミリ家電です。ちょっとおしゃれなね、スタジオなんですよ。下は畳なんですけれども、周りのね、壁がちょっと凝っていて、こちらに鏡があるんですね。いやいやいや、皆さん今日はですね、私ね、梅雨時期に到来したからこそ皆さんにすごくすごくですね、お伝えしたいなってことがあるんですね。と言って、大げさなことではないんですけれども、元気の気って気持ちの気、気合の気、気力の気、気分の気、全部同じ気ですよね。気なんですよ。気の持ち方、気分、自分次第なんですよね。その元気なんですけれども、元気って元の木って書くじゃないですか。元の木ってことは元々持っている木なんですよ。じゃあその元の木ってどこにあるのってなるとですね、それがおぎゃーって全身全霊でぐわーってお腹の中から生まれてきた瞬間の時が元気 100% 以上なんですよ。そしておまけにですね、ピュアなエネルギーなんですよ。何にも染まってないピュアなエネルギーなんですよ。ということは、みんな赤ちゃんから私たちは成長してきたわけですから、みんな元の木を持ってるんです。元気なんですよ。そしてね、なぜ今日この話をしたいかというと、今日ね、なんかこうジメジメしてきましたね。梅雨の時期、雨降りとかもありますよね。雨降りってなんだか気分がね、ちょっとこうドヨーンとしやすいんですけれども、だからこそ元気を高めませんか。それにおまけにですね、このコロナ禍になってマスクをしていて、表情もなんか無表情になってきているし、口の中の細菌もたまりやすくなっていたりとか、いろんなことも起きてますよね。元気を出しましょうよ。元気なんですよね。ということで、じゃあその元気どうやって出したらいいでしょうということでですね、この動画お役に立てますよ。運動することによって、しかもこの私の動画は特に動くとですね、心がワクワクしてきます。運動すると体や心や脳にとってもいい影響があるんですよ。例えば脳において、ホルモンにおいていますよ。そうするとですね、成長ホルモン、ね、これは若返りホルモンとも言われているんですが、が暴れてきます。そして体や心の、元気を作ってくれる、ね、病気もやっつけてくれるんではないかと言われているセレトニンというホルモンも出てきます。そしてよーしっていうやる気モードが出てくる、気力が湧いてくる、ドーパミンというホルモンも出てくるんですよ。このホルモンのことだけじゃないんですよ。何よりも感じるっていうこと、感じるってね、まあ、動いて、あ、ここが痛いなとか、あ、気持ちいいなとか、いろいろ感じますけども、その感じるっていうことはですね、自分の本当の自分との、なんていうんですかね、アクセスなんですよね。ということで今日も一緒に動きましょう。すいません、私って感覚人間でですね、セリフとかも何も考えずにポッとボタンを押したら、そのまま感情フィーリングのままで喋っちゃってるので、で今日はなんだかポンと押した瞬間にね、元気というのをね、皆さんと共有したいなと思いましたので、で一緒に元気の木、気持ちの木、気合の木、気力の木、いろんな木、全部木なんです。木を長そう、高めよう、ね、一緒に動きましょう。じゃあちょっと音楽をかけていきますので、皆さんすいません、待っててください。その間皆さんはですね、はぁーって声を出して、準備ください。はましょう。気持ちよく、はい、引っ張ってなります。こり、
コリを取りましょう。それは体のコリだけじゃない、心のコリもだーって感じです。はいはい、のび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 、しぼでしょう、シンパップ、体と心のコリ欲しい。うわー、ほっほっほっ、一緒に声を出してみましょうか。ほうほうほう、たたたた、気分上昇、気力アップ。はい、では変えます。タンタタタッタタ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 タ、ウエスト好きじゃね。ほうほう、反対いきますよ。てんてんてん、ちゃ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 、ほうほう、はい、振り持って、はい、後ろへ、チャッチャラチャチャチャ、背中を気持ちよくです。ほっほっほっ、はい、タッ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 タ、さあ、じゃあ一緒に声出しましょう。ほっ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 、持ち上げます。そして1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、1、2、はい、前に、ほう、と回しましょう。はっはっはっはー、ということで短時間ではありましたが、気分上昇、気力アップ、シェイプアップ、体と心の心のコリほぐしでした。ということで皆さん、いかがでしたでしょうか。物足りないという方はですね、もう一度リピートください、または他の私の動画をご覧くださってください。ということで皆さん、今日もありがとうございました。グッドイのボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。一冊田の大家でした。またね、元気元の木になりました。